やかな日々を謳歌する少年たち。しかし、その平穏は一つの小さな事故から崩れ出した。遠巻きに少年を見つめる謎の少女、隣人から伝えられる不穏な警告、覚醒していく少年の能力と蘇る忌まわしい過去の記憶、その中で彼らは本当の恐怖を知ることになる。大切な人を守るため、自らの過去を清算するため、少年たちは原子力研究所ラボに向かう。たとえそこに残酷な真実が待ち受けていようとも。ルートダブル、ビフォークライム、アフターデイズ。ルート、ビフォー。必ず君を救い出してみせる。そのためなら、何度だって、君の時間を過去へ巻き戻す。